ンフランシスコチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日のテーマは、鉄板つかみネタやってみたということなんですけれども、ただ僕らはですね、まだね、鉄板のつかみネタがないんですよ。そうなんですよ。だから今日、僕らのつかみネタの候補を皆さんにお見せしますので、それを紙に書いて、はい、それをくしゃくしゃにボールにして、それを打ちます、はい、でそれを長谷さんに見事つかんでもらえば、それが鉄板のつかみネタとなりますので、そのつかみネタを決定したいと思いますよ。なるほどなるほど。それでは候補どうぞ。グッドモーニング、どうもおはようサンフランシスコです。お願いします。いや、私さ、キリタリーミレイちゃんがめちゃめちゃ好きなんよね。マジで？ありがとうね。意味わからんわ。グッドモーニング、どうもおはようサンフランシスコです。お願いします。皆さん、今日は来ていただいてありがとうございます。 Thank you for coming everyone。 英語に訳してくれてんねや。まあ、こうやってね、男女コンビでこれから頑張っていこうと思うんですけれども、パドン、あいあい。グッドモーニング、どうもおはようサンフランシスコです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ねえ、聞いて分かる通り、うちの相方の長谷ね、あの女なのに声変わりしてるんですよ。してへんわ。いや、出た、してへんわね。ありがとうね。グッドモーニング、どうもおはようサンフランシスコです。お願いします。まあ、突然なんですけど、私29年間ちょっと彼氏がいたことがないんですよね。またその蛍の墓よりも悲しい話ですか。そこまで悲しくないやろ。なんで男をすぐ逃げてしまうん。節子みたいに言うなや。ハセ、それ男やない、おはじきや。そこをさて間違えねえ。いや、いつよ。グッドモーニング、どうもおはようサンフランシスコです。お願いします。あ、まあ、ベテランガキ大将とベテラン木娘のコンビでやってるんですけどね。それ今までやったことないやろ。はい、じゃあこれ以上の5つで、いやいや、入れるの最後のやつ。5つでちょっと僕がバットで打ちますので、早速長谷さんがどれを掴むのか、この掴みネタ決定戦やってみましょう。いや、絶対最後の嫌やわ。さあ長谷、始めましょうか。いや、アメリカの野球少年か。 Hey, let's play baseball。ここに全部候補入ってますから、おい、それを打って、ハゼキャッチしてくださいよ。さばい。いきまーす。いや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 、一球しかない。あれあれ。あれじゃねえわ。マジか。全然飛んでへんやん。無事な。ね、ハゼがこの近さになりました。あ、ハゼがそこまで来た。じゃあ俺もうちょい下がるか。いやいや、ダメダメダメ。全然届いてへんねん。いくぞ。さばい。さあ、これ何かな。何？第4番の節子。これが私たちの鉄板つかみネタです。はい、私たちの鉄板つかみネタはこの節子に決まりました。何その言い方。アイドルが決まりました。いやいや、そんな言い方してないよ。あと路線変えるんすか。違うわ、うん、よかったね。でも最後のなんか変な、まあそうだね、安定してるけどやつ。そう、よかったですわ。なんかさっきから君アイドル路線に行きたいみたいですけど、違います。あの、完全にちゃんと29年間彼氏がいないから始まりますから。うるせえな、うるせえな。だから次のね、漫才のネタは必ずこれを入れてやらせていただきたいと思いますので、うん、はい、頑張ります。いや、でもよかったよ、安定してるけどやつだった。いや本当にね、うん、やっぱり神様っているね。うん、本当野球の神様に感謝です。いや、ベイブルースかい。オージーザス。